ただいま紹介に預かりました小泉です。皆さん、声聞こえますでしょうか。大丈夫でしょうか。私だんだん声が大きく早口になりますので、どうも聞き苦しいところがありましたら手を挙げていただいてですね、ちょっとと言っていただけたら直しますので、ぜひお願いいたします。で、1時間半の時間ですけれども、私も何度かお話をさせていただいてですね、60分話を聞きっぱなしで、その後質問というのはなかなか難しいでしょうから、事務局の方にお願いして、一旦真ん中で質問を入れさせていただいて、でそこで、受け付けて、でまたというふうに考えております。話を聞いてですね、途中でわからなくなってきて、その後ずっと聞くほど辛いものがないということは私よく分かっておりますので、そういうことをさせていただきました。今簡単紹介いただきましたけれども、最初にちょっと自己紹介をしたいと思ってこういうものを用意いたしました。ご覧になりますか。大丈夫ですね。私大阪出身です。で先ほどご紹介いただいた上田さんも大阪出身だということで話が弾んでたんですけれども、ずっと幸いなことに、学生時代から地下水関数の実験研究をやってきて、ずっとそれをやっております。で1989年から96年まで京都大学の防災研究所の助手をしておりまして、当時は、京都府の宇治に住んでおりまして、95年の阪神・淡路大震災を経験いたしました。これは私にとっても非常に大きな経験、トラウマといってもいい経験だと思います。それから実はそういうこともあって縁があって、当時通商産業省、現在経済産業省ですけれども、工業技術院基地調査所日本に移ってまいりました。で筑波の方に移ってまいりました。で、2001年に当時 の行政改革で、国立研究はほとんど全部独立行政法になりましたので、ほぼ同じ組織で独立行政法に産業技術総研究所、工業技術院が産業技術総研究所になっています。でその中の、地質情報研究部の地震地下水研究グループ長というのができて、その時にグループ長になりました。で、日本地震学会の広報委員をしております。でこれは実は兵庫県南部地震の時にですね、阪神でもう今は皆さんもそんなこと信じられませんけれども、これが起こるまではですね、関西で大きな地震が起こらないと立派な方と思ったんですね。でそんなことは全然常識外で、研究者の非常識なんですけど、それが一般の方の常識になったんですよね。でこれは地震学会にすごいショックがありまして、これは何とかしなくちゃいけない、地震学会の目標の中に研究することと同時にそれをですね、皆さんに啓発するということもあったんですけど、それが明らかに地震学会に欠けてたねということがあって、この反省のもとに96年に日本地震学会の広報委員というのができました。で私も同じことをやってましたから感じてましたが、すぐ高校院になって現在に至っています。それから、ずっと地震予知研究やっていると思いまして、地震学の地震予知検討委員会というのがございまして、そこの委員になっております。それから、地震防災対策強化地域判定会、これ一般に判定会と言われてまして、これ気象庁 の諮問機関ですけれども、要は実質の東海地震の判定を行うところです。そこの、データの説明もやっております。そういうこともあって主に、今日も地震予知のお話をさせていただきます。で、昔は全部地震予知、地震予知と呼んだんですけど、最近、皆さん地震予測ということを聞かれると思うんですよね。で、これは、予知っていうのは読んで字のごとして、あらかじめ知るなんですね。で、予測っていうのは、あらかじめ推し量る。で、これは、こういうことは、もちろん昔からあるわけですけど、95年の兵庫県南部地震、でこれは、予知できませんでした。で、あと言いますけど、私たちは東海地震は予知できる可能性があるということを以前から言ったんですけど、他の地震は予知できませんということを、あんまりはっきり言ってこなかったんですね。でそれでこれは私たちの言い分にすれば、兵庫県南部地震、ああいう内陸の直下型の地震は予知できるなって言った覚えはないんですけれども、なんでできなかったんだって、これ予知に対する批判がかなりありました。当時の川口庁長官の田中真紀子さんがかなりお怒りになられたということもございましてですね、実際現在の防災科学技術研究所、当時会長の参加の国立研究所でしたけれども、その1995年のうちのちょっと前ぐらいに地震予知に関するある組織ができたんですけれども、この後すぐ名前を変えたっていうようなことがありました。そういうこともあって、予知ということは非常に使いづらくなったということもあって、予測という言葉を使うような、言っていただいたらこれは、イメージとしては、確かさが予知の方が高くて、
まあ、低いで、まあ、自信満々からちょっと謙虚かという感じですね。つまりやっぱり昔はやっぱり予知できるだろうと思ってた、あらかじめしてることはできるだろうと思ったんです。研究を進めていくに従ってとっても難しくなってきたから、で実態は後言いますけども、私のお話を聞かれたと分かると思いますけど、私たちが知ることはできてないのであって、やっぱりいろんなことを使ってこう押し量ってるわけですね。 ですから、まあ、私としては、まあ、予知というのは目標で、まあ、原理は予測であるというふうに考えてください。予知という予測という言葉、そんなに厳密に使い分けているわけではありませんけれども、まあ、強いて言うならこんな感じですという感じです。ですから、まあ、割と確率を使ったね、あの長期予測ということは最近使えると思いますけど、まあ、そういうのを、まあ、こういうことです。で、ただ歴史的に予知ということはあのもう昔から使ってますから、私は本当これだと予測ということを言い出すんで、でもう予知諦めるのかっていうようなことをすぐおっしゃる方がいらっしゃいますので、まあ、なかなか難しいんですけれども、まあ、あの私のお話の中で予知ということが出てきた場合と、まあ、目標の方だな、で予測ということが現状の方だなというふうに思っていただけたらいいと思います。はい、であの最近の、10年間の地震予知研究というのは実は非常に進みました。で予知研究はすごく進んだんですけれども、さあ予知が簡単になったけど、まあ、そうでもないというのが悩ましいところですけれども、これはどういうことかというと、まず地震を研究するわけですね。仕組みと場を明らかにする、まあ、いろんな観測を、まあ、地震の観測をしたり地殻変動の観測をしたり地下水の場合の観測もしますけれども、それをやる。それから理論の研究をする。でそうして、そのからモデルを作ってやる。でモデルを作ってあのシミュレーションをするわけですね。最近10年間の研究というのは、あのこの理論が非常に発展したということと、それから、1995年に東京南部地震があって予知研究に対して非常に批判があったけれども、あの代わりに地震研究はどんどんしましょうということになったんですね。基礎研究で観測網が日本全国に広がりました。例えば GPS の観測って1000点以上あります。地震の観測でも1000点以上あるんですね。その前はそれより、まあ、ある一桁小さいぐらいだったんですね。だから非常に観測も進んで、理論も進んで、加えてこの10年皆さんも考えると思いますけど、コンピューターが非常に発達しましたので、あの非常に複雑な計算が早くできるようになった。だからシミュレーションができるようになりました。で、式ができて観測ができてシミュレーションに入れて観測で予測してやったやつですね。応力、まあ、力、地盤にかかる力だと歪み、それにこうやって変形しますよね。変形して最後に破壊に至るわけですけれども、それが地震です。それと直接結びつくもの、まあ、特に最近は地面の、まあ、位置を測る、まあ、変形を測る。モニター GPS っていうのが非常に出ています。まあ、時間があれば説明する。それから地震ですね。繰り返し表陣というものを使うことによって、あのこれから発射のプレート強化での滑りっていうのをモニターできる。そういう直接な観測データとやや観測、あの間接的な観測データを比較してやって、でまた戻してやってシミュレーションをチェックする。で、まあ、これを回してやって予測をするということですね。でこれはあの仕組みそのものというか考え方そのものは最近行われている数値研究法と同じです。でそこまでは、まあ、一応来たんですね。でただしあの仕組みは一緒ですけど、そのこういう式の精度であるとか観測の精度であるとか、やっぱり見えるものと地下ということで難しいわけで、仕組みはあの数値研究法と一緒ですけど、まだこれ実際に数値研究法まではもちろんまだまだ道は遠いわけです。仕組みは同じです。それから皆さんもう皆さん、明日の雨の確率が50% あるいは 30% あるいは 80% 言われて、まあ、何もあのいやまあ慎重な方は 30% の傘持っていこうか、あるいはあの慎重じゃない方はまあ 80% の面倒くさい持っていかないっていう方があって、正確に生活に取り入れていますけど、最初出たことはなんだこれと思われたと思うんですよね。ねあの曇りのち晴れとか明日 は雨だとか、でも結構雨、晴れのち曇り時々雨とかも全部あるようなねやつがあって、あったりしたのをまあ確率で評価して、それを私たちが慣れるのに10年以上かかりました。ですからこれもできて、実際にこれから先に予報に行った時に多分いろいろな問題が生じると思いますけれども、とりあえず仕組みはある程度できてきたということです。 でも問題はですね、あの地震間のデータちょっと見たくて、地震の間のデータはとても、つまり地震が起こってない時のデータっていうのは非常にたくさん得られるようになったんですね。地面がどう変形したかという GPS が分かるようになりましたから。ですからあの今現状がですね、通常の状態とちょっと違うとか、そういうようなことは分かるようになってきたんですけれども、やっぱり圧倒的に不足しているのは地震直前のデータですね。直前直後のめったに大きな地震って起こりませんので、であのこれが得られないもんですから、やっぱりこれがなければ
短期予知ですね、いわゆる予知、まあ、短期予測と呼んだりしますけど、それはまあなかなか難しい。これが課題としてはやっぱり残っているわけです。でちょうど今私たちは平成19年ですけれども、平成20年までの5カ年の地震予知の研究計画というのができているんですけど、今平成21年から25年というのを今作っている最中です。で今後どうしようかということで、まあ当たり前ですけれども、やっぱりそろそろ何らかの形で予測をね、まあ、研究は進んでるかもしれないけど、まあ、予測をしてみるべきではないか、もう当たり前ですけれども、そうやってずっと、まあ、お金をいただいてきてるわけですから、いくまでも基礎研究ではないだろうという声が、まあ、当然入ってくるわけでして、それを目指そうとしてますけれども、まだなかなか探究値は目指してる東海とは別ですけれども、一般的には難しいでしょう。でもまあなんとかもう少し、私たち考えて、今長期予測というのは今、まあ、必ずしも十分ではありませんけどされているの、なんとか中期予測というのをやってみようというふうに考えます。後で出てきますけど、だいたいイメージとして、こちらにも書きましたけれども、だいたいイメージ的には、まあ数年から数ヶ月ぐらいの予測、今は、ね、数百年とか数十年とかいう予測がされていますけれども、それを現在の観測データをもとにやってみようということを、なんとか前に出せないかなとやっているところです。まあ、ただこれはやっぱりまだ時期尚早だとおっしゃる方もいらっしゃって、中で悩まずに来ておりませんけど、そういうことを目指して、でそれもあくまでも地震の間のデータを使っているのであって、この調子やってたら終わらないですね。もう端折りますけれども、そういうのを目指しているところです。で、今日のお話は、まあ、地下水と歪み、地下水を地面の伸び縮み、地面の変形と結びつけよう、それで、予測に使おうという話です。で、すいません、で、まあ、詳しいことはですね、我々12人ぐらいでこういう本を書きましたので、ぜひお答えになっていただきたいと思います。東大出版会硬い感じですね、なんとか、ね、安くしたかったんですけど、こういう本なかなか出ないもんですからね、あまり安くならないです。今日はすいません、私事務局の方に6冊だけ持ってきておりますので、もし今日のお話を聞かれて興味があれたら、お買いになってください。著者割で1800円で今日買いますから、もしお興味あったらお買いください。一般向けのこういう本が必要だと思って頑張って書きました。で普通率直な話12人で書くんですけど、そうするとみんなが原稿を持ち寄ってパッとくっつけたら終わりなんです。普通と言っちゃいけない本はね、この本はそれからが大変でした。私の原稿もグタグタになって、影も形もなくなりました。自分がどこ書いたか分かんないぐらいになりました。つまりそれは読んでいただく方の、ね、目にと思ったもんですから、そうは言ってもやっぱり ある程度難しいと思いますけれども、まあ、ぜひ読んでいただけたらいいなというふうに思います。はい、でこの本では予測ということはあんまり使わずによしということまで統一しております。過去の歴史もありますので、はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、で今日は先ほど地震の基礎知識としてプレートテクトニクスの話をいたします。それで東海地震の話をいたします。で2つ目、地下水管作り地震予知の原因と東海地震予知の話をいたします。で最後に、最近私たちは特に産業総合研究所、私たちのグループでは地下水管水の東南海南海地震予測っていうのをやろうとしていますので、それのお話をします。で、東南海南海地震の現状は浮遊していきます。現状というか、つまり東海地震予知、東海地震以外は全部浮遊できます。それを皆さん知っていただいて、東海地震だって浮遊してくるかもしれないです。はい、それは言っております。はい、非常にうまく全長現象を検出できたら、気象庁も若干今表現変えてますけど、非常にうまく地震前の現象を検知できたら予知できますけど、それが出ない前は予知できませんというのを2001年から割とはっきり言うようになりました。はっきりと言ってもそんなに声高に言うわけではありませんけど、よく読んでいただくとそれが分かるようになっております。それが一番 の評価すべき点だとおっしゃった先生もいらっしゃいますけど、はい、ということで、まあ、基本的に不意打ちに来ると、で時々うまくすると当たるかもしれない、東海地震に関してですね、まあ、そういうふうに思ってください。はい、すみません、プレートテクトニクスに入ります。プレートテクトニクス、まあ、聞かれたことあると思いますけれども、地球の表面が厚さ 100km ぐらいほど何枚かの板状の岩盤ですね、プレートで覆われていて、主な地球表面上の変動がプレート同士の相互作用によって生じるという考え方です。まあ、そういうふうに考えると物事がうまく説明できるということですね。この対談でも、賞でも、これの先駆的にこれをされた方がね、賞を受けられてますけれども、
で地球表面上の変動というのは具体的に言うと、まあ、短い期間で言うと、まあ、地震活動であると火山噴火で、長い期間で言うと例えば山を作るような運動ですね。ヒマラヤの山脈のケースで、これはインド大陸があれずっとプレートが移動してきてぶつかって、でシワが寄ってあの インドと中国の国境に大きなあの山脈ができているわけですね、はい、そういうものは、プレート同士の相互作用、境界で起こって、あのプレートの中では何も起こりませんよ。でプレートの境界で地形の急変や地震火山噴火、これはプレートテクノスの考え方です。で、例えばそれによって、世界の地震分布というのは説明できますという話ですね。これは1990年から2000年くらいまでのマグニチュード4以上の地震で、深さ59も、まあ、比較的浅い地震ですね。気象庁のホームページから引っ張ってきました。そうするとこれ日本ですね。で見ていただいたら分かると思いますけど、地震というのはあの起こるところが非常に限られている。分かりますね。日本はもう真っ赤化ですけれども、例えばヨーロッパを見ましょう。ヨーロッパは、まあ、トルコとか、まあ、イタリアの一部で起こってますが、他のところは、まあ、起こらないですね、ロシアはほとんど起こりません。それからアメリカって西海岸で起こるだけ、ね、南アメリカも 西の方で起こる。地震が起こる場所は限られている、まあ、当たり前です。でこれを結局つまりプレあ後で入手もしますけど、こういったプレートの境界だけ起こって、プレートの中はもう何も起こりませんよというのがプレートテクトニストの考え方です。で申し上げたいのは、日本はいわゆる科学技術の先進国であって、かつ国土全体で地震が起こる非常に数少ない国であるということです。私たちがグローバルという言葉を使った時に、得てして欧米とイコールになりますよね。全地球世界的に考えなくちゃというと、実は欧米のことしか考えないことがあるんですけれども、よく見たら欧米地震起こらないですですから、もちろん物事は全地球的に考えなくちゃいけないけれども、基本的に自然災害というのはローカルなんですね。局所的なんですよね。当たり前ですけれども、洪水が起こらないところで洪水の研究も予算も普通は使われないわけですから、地震が起こるところでは当然地震に対して大きな研究がなされるべきであるし、日本はまさに地震国であるわけですから、例えば欧米とかでされてなかったとしても、それにまして、備えをしなくちゃいけないし、それに対して研究もされなくちゃいけないというふうに考えることができるわけです。さりげなく宣伝をしているわけですけれども、はい、そういうふうにご理解いただきたいというふうに思います、はい。でプレート運動です。で昔は、今は GPS がありますから、地面の動きを直接測ることができました。できなかったわけですよね。つまり年間数センチなんて動くのを測ることができなかったわけです。でそういう時どうしたかっていうと、岩石を調べて、で岩石の古さを調べて、そういうのを書いていくと、どうもなんか共通に示しませんけど、こういったものの近くでは若い岩石があって、遠いところでは古い岩石がある。有名なのはここにハワイがありますけど、ハワイのとこがいつも吹いてて、でハワイ その吹いてるとこすぐそばは若い岩石、そこから離れに従って古い岩石、そういうのを調べたり、あるいは地域の縞模様といいまして、時期がここ実は暑いので上がった時には時期がなくて、離れると引いてきた時にその時の地球の時期を覚えるわけですね、岩石が。で地球の時期っていうのは NS が北と南は実はまあ、ある年代を置いてですね、ひっくり返るわけですね。そうすると地域の縞模様といいまして、こっちの方向に向いてるのと反対方向に向いてるのっていうのが分かるわけですね。そういうのを調べていくことによって、こういうの構造地質学といいますけれども、過去数百万万年か、1000万年間の蓄積からこんなレートを年間どれぐらい動いてるのか分かっていくわけですね。それと、まあ、理屈を使う。で現在はGPS で実測されていて、ほんまこの10年とか20年ぐらいですけれども、実測されるようになって見事に、まあ、細かいとか違いますけれども、こういったところで構造地質学で推定された値とですね、実際の観測値が合っているということが最近分かっています。で、まあ、大体オーダーとしては年間、まあ、多いところで早いところで10センチメートル、大体年間数センチメートルぐらいで動いている。まあそれが基本的には地震を起こす原動力となっているわけです。で、日本ですね。日本は、例えばアメリカ、
一つのプレートの上に乗ってここに境界があるだけですね。ロシアはほとんど全部一つのプレートです。ですからロシアの裏はほとんど地震が起こらない。日本どうか、太平洋プレートがあって、フィリピン海プレートがあって、ユーラシアプレートがあって、ここに最近、まあこのまま行って北極越えてこっちにつながるから北米プレートと言われたり、いや実はここへ切れてて こんだけだって言って、まあオホーツクプレートという言葉を使ったりしますけど、まあ3枚なし4枚のプレートがせめぎ合うところである。したがって地震もたくさん起こるし、火山も吹くわけです。で今のところを見ましょう。太平洋プレートがあって、フィリピン海プレートがこっちに沈み込んで、南海からトラフというのは溝という意味ですから、海の溝ですね。まあそれはちょっと角度を超えると海溝、まあ同じ意味ですね。でここで大きな地震が起こって、その話をこれからするわけです。はい、でこれ、まあ、ある教科書から引っ張ったやつですけど、フィリピン海プレートというのは沈み込んで、こっちは日本列島ですね。でここに溝があって、これが南海トラフ、それから、伊豆の方に近くなってくると駿河トラフという名前を変えます。で、沈み込んでいて、こういったところで力を押し合って、まあ、地震が起こる、沈み込んでいるところでずれて、ちょっと深い地震が起こる、行くとさらに沈み込んでいると溶けてマグマが出て火山が起こる、まあ、これがプレートテクノリクス の考え方ですね。で、ここのやや深いところで起こる、この境界部分で起こる地震を海溝型地震と呼んでいますが、東海、東南海、南海地震、今日のお話の地震です。で、私たちはまあこういうところに住んでるわけですね。こんなところとかこんなところに住んでたらそういうことはないんですけれども、こういうところに住んでるから、まあ、景色にもいろいろ変化があるし、温泉とかで恩恵も受けてるわけですけど、その分ローンも背負ってるというふうに考えてください。日本に住んでる人はみんなローンを背負ってます。で、種類の備えですね、地震対策の備えっていうのは、少しずつローンを払うもんだと思っていただきたい。はい、で払っておかないとですね、自分の時来ないかもしれませんけど、子供か孫かどっかの時に不意打ちに借金取りやってきてですね、根こそぎ払うというのがあるんですね。今日はですね、年配の方がたくさんいらっしゃって、もう私なんかよりもちゃんと地震を経験された方がいらっしゃると思うんですけれども、それはぜひですね、お子さん、お孫さん、あるいは知り合いの方に伝えていただきたいと思います。めったに来ないんでみんな忘れていたいんですよね。私もよく考えたら、もう今も50になりましたけど、つい先日、それまでは なんでこう何回でも皆さんすぐ忘れちゃうのかなと思ったけど、よく考えたら地震なんで忘れてないと生活できないですよね。この次の瞬間揺れると思ってたら皆さんここに来ないですし、やっぱり人間ってやっぱりさ、忘れてないと確かに生活で、自分は大丈夫と思ってないと生活できないですよ。それは確かなんで、でもそこでやっぱりもう一つ人間はですね、知恵があるわけですから、やっぱり忘れたいけど忘れちゃいけないですから、こういったことをですね、言っていただきたいと思います。ローンを背負ってるんだと。でその代わり恵みもね、受けてるわけですから、日本に住むことによって。次、地下水観測による、地震予知の原理と東海地震、これから地下水の話をしたいと思います。で、これちょっと分かりにくいので申し訳ありませんけれども、海で、これ四国で紀伊半島、まあ、名古屋もあって、ちょっとすみません、ここら辺に東京がございますけれども、赤いのは浅くて、まあ、青い色が深いと思ってください。でプレートはこういうふうに、年間数センチフィリピン海プレートで沈み込んでいます。でこれが南海トラフで、この辺りちょっと屈曲して、ここを駿河トラフと呼びます。海の溝ですね。で、地形的に大体こんなふうに A と B と C と D という領域に分けられて、E という領域もある。で、いわゆるここで起こるのが南海市、ここで起こるのが東南海市、ここで起こるのが東海市、ね、まあ、昔はもうここも一緒に、ここもまとめて東海地震って呼んでたんですけど、まあ、最近、まあ、特にここのところ東海地震、東海地震って呼ぶようになったので、まあ、ここでは単純に AB が南海地震、CD が東南海地震、D が東海地震というふうに説明させていただきます。はい、でこの図で、今のちょっと分かりやすくしたんですけども、 AB、 でこういったところで、過去どういう地震が起こっているか、実は685年ぐらいまで、遡ることができるんですけれども、と申しますのは、日本は
歴史の古い国ですから、大体過去1300年か1400年ぐらい古文書があるわけですよね。でそこで地震が繰り返し起こっては、そこに記録が残ってて、ですから N 町に海溝型こういったところで起こる地震の、記録が履歴が非常に分かっているところでもあるわけです。で、それで、割と最近、江戸時代以降ぐらいも言いますと、1605年にここ全部壊すような地震がありました。1707年にもありました。1854年安政の地震と呼んでますけど、この時にもありました。一番最近は第二次世界大戦の直前直後、1944年と46年、44年に東南海地震がありました。46年に、南海地震がありました。待ってよ。本来、ここで壊れてるはずなのに壊れてないじゃないか。じゃあ、ここはいつ起こっても不思議ではないねっていうことになって、東海地震の予知のための、大規模地震対策特別措置法というのは1978年にできました。でこの時はですね、実は学会全体も地震予知に対して比較的ポジティブだったんですね。なんとかできるだろうという時期だったんです。それもあって、こういう法律ができました。で幸いなことにですね、というかそのうちにだんだんいつ起こっても不思議ではないって言われて、30年近く経ってですね、ぼちぼち次の地もですね、起こる可能性がある。それから過去の研究でここは必ずしも起こってないんじゃないかっていう話もあって、でこの4つ見ていただいたら分かると思いますけど、東海地震だけ単独に起こった例ってのはないんですね。でそうすると、こっちも一緒に起こる可能性がある、あるいはこっちも心配する必要があるっていうので、東南海南海地震の特別措置法というのは2002年に公布されて、2003年に実施されるようになりました。で、言っていただいたら分かりますように、東海地震と、東南海南海地震は兄弟の地震で、一緒に起こるのがある意味当たり前のような地震ですから、東海地震だけに備えていくようなので、東南海南海地震にも備えていけた。で東海地震に関してはですね、ご存じのように、皆さん分かりますように、震源域が陸に近い、それだけ被害も大きいわけですけど、その分どうしたって観測というのは陸に多くありますから、それから当時 の考え方もあって、地震予知に対しては積極的な考えでこういう法律ができたんですけど、こっちに関してはまだほとんど海ですし、準備もできてないから、まずこちらも実際に地震予知のための仕組みを作りなさい、こっちは地震予知できるかどうかのための研究をしなさいというふうに法律に考えています。観測も作ってそして調べて、もし地震予知できる可能性があるんだったらその体制を作りなさいということになっています。で具体的に大規模地震対策特別措置法は東海と書いてるわけじゃないんですね。地震予知の危険度がある、地震の危険があるところで、加えて地震予測の可能性があるところに関して、それなりの措置を取りなさいというふうに書いてあるわけで、もしここで研究が進んだら、この地域もこの建てる地域もこちらの枠組みに入ってくるということになります。ですから東海地震は現在、地震予知のための実際の枠組みがあって、東南海南海地震に関してはまだその一つ前の段階である、研究の段階である、準備の段階であると同時に、待ってるわけにいきませんから、震災対策は十分進めなさいというのが、東南海南海第5地震対策特別措置法と東南海南海地震の特別措置法の違いになっています。でこれちょっと分かりにくいんですけども、これ静岡県があって伊豆半島があって、こっち紀伊半島ですね。1979年当時、東海地震の想定される断層モデルはこんなモデルだというふうに考えられました。でその後、大体2001年ぐらいになって、もう20何年経って、その最新の考え方をもとに、もう一度モデルを断層モデルを考え直しましょうというのはこのモデルです。で私たちナスビニでナスビ型モデルと呼んでますけれども、でこれで一番大きな違いが分かると思いますけど、西に張り出したんですね。でしたがって震度6あるいは7の場所が当然西に伸びることになりますから、想定で愛知県のかなりの広い部分が、南地方の対象地域になって、そういう対象地域が見直されになったのが2001年の話です。 でこれを陸上に投影したのがこの図でして、東海地震地域の観測網で、もちろん東海にいっぱい観測点があって、いろんな場所、いろ
いろいろな機関ですね、気象庁、それから国土地理院、防災科学技術研究所、そして我々が、歪み傾斜系地震系地下水などを置いている。で、私たちの担当は、今お教えしましたけど、地下水の担当をしているということです。気象庁は、地震と歪み、地面の上の地震ですね、それから、それから防災科学技術研究所は地震および傾斜系、それから国土地理院は、測地測量ですね、主に最近は GPS、それを担当しているということです。で、近年の地震予知研究は、先ほども言いましたけれども、観測だけではなくて、地震の理論、シミュレーションと両方見ましょうというふうになっています。で、問題はですね、地下水の場合は、これを結びつけるものが弱かったわけです。それが欠点だったわけです。で、それをどうやって解決したかというと、先ほども言いましたけれども、地震の理論とシミュレーションと地殻変動ですね、あと言いますが地面の伸び縮み、傾斜とか、あるいは隆起とか沈降とか、そういったものとは結びつける理屈がございます。それから地下水とこの地殻変動を結びつける理屈もあるんですね。だからこれを挟んでやることによって、上を達成しましょうというのが私たちの選択になります。で、地殻変動は地面の伸縮であるとか歪み、具体的に伸縮っていうのはこの字を書くとみんな歪みとおっしゃるのでわざわざひらがな打ちましたけれども、歪みですね、地面の変形のことです。それから変異ですね、水平変動、垂直変動、それから傾きですね、傾斜、これを地殻変動と呼んでます。で、それと結びつける、特に、直感でお分かりになると思いますけど、地面の伸び縮みに対して水位が上がったり下がったりするということで、これを重視、地面の伸縮、歪みをと地下水との関係を重視しましょうというのが私の考え方です。で、考える上ではモデルが必要です。どういうモデルを考えるかということですけれども、溝があって、溝を層があって、両方を、溝を通さない層、溝を通さない層で挟まれて、こういうものをイメージします。で、イメージとしては、スポンジに水を膨らませておいてですね、で、それを両方でラップでくるんでいただいて、そういうのをイメージしてください。で、地下水には大きく分けて2つあります。こんなふうに、水を通さない層で挟まれている、ある意味、密閉されているやつ、丸く密閉されると水が来ませんから、どこかでつながっているんですけども、上下に密閉されている水と、それからこういうものの上に乗っている水ですね。で、直感で分かりになると思いますけど、こう上に乗っている水は地面が伸び縮みしても水位はあまり変化しません。で、こういうやつは地面、ものは変形することで水圧が変わって水位が大きく変わるんですね。で、私たちはこういうものを狙います。基本的に深い地下水を狙う。で、深い地下水というと、温泉水が起こるわけですから、そういうものを狙うということになります。はい、イメージは、ラップを巻いたゴムのスポンジに水を入れておいて、そこにストローを差していると。そういうイメージを持ってください。はい、じゃあそこに力を加えましょう。ずっと変形します。体積が変化する。私たちは体積変化ということを使いますけれども、そうすると中の水の圧力、間隙水圧が変わります。そうすると水が変わります。これで地下水と体積変化、つまり地殻変動との対応をすることができます。はい、同じようにこういうふうに考えてください。はい、じゃあ実際に観測したらどうなるかですね。で、これはダールドの我々の観測データですけれども、これだけが1メートル水のデータです。で、これだけは大体20センチぐらいで、約20日ぐらいで、これが1日ですね。で、見ていただいて分かります。こういう中非常に規則的な変化があるんですね。で、それも顕著になるとまた短い。で、振幅が違うということが分かります。ここで大体、両振幅で10センチ弱くらい、これで3、4センチですかね。で、これは何かと言いますと、地面っていうのはですね、海の水が月とか太陽の引力で伸び満ちたり引いたりしますけど、それと同様に地面もわずかに伸び縮みするんですね。これを地球潮汐と呼んでますけれども、大きさで、体積変化ですると大体10のマイナス7乗といって、お分かりになりにくいと思いますから、イメージとしては、1m×1m×1m はちょっと深いですけど、お風呂にですね、そこに 0.1cc の水を入れたら、それが10の7乗分の1の変化になります。非常にわずかな変化ですけれども、それがさっき言ったようなある条件が揃った色で観測しちゃうと、それが1ミリから大きくと10センチぐらい変化するんですね。ここも実際に10センチ近く変化します。ここももうちょっと小さい。で、さっき言った地面の伸び縮み、地球潮汐の地面の伸び縮みは非常に精密に計算することができます。
海の、ね、満ち引きが、ね、非常に正確に計算されると同様に計算する。その計算値と観測値を比較してやることによって地下水位と歪みとの換算係数を求めることができるんですね、はい、これを換算で当たり前ですが、その換算の計算の仕方はさっき言ったこの構造によってくるわけですから緯度によって違います。ですから緯度そのものは一つの観測機器であるとして、その観測機器の、特性を調べるということはこの観測になるんですね、はい。でこういうことをしてあるとですね、で、これ右側が気象庁の、歪み計の、気象庁は直接地面の位置に測ってますから、でそれをそういうのも別レベルで、あとで有事から僕は当てますが、非常に長期間のデータというのはですね、それを解析するのはとても難しいんですね。主に雨の影響であるとか、それは水位もそうなんですし、日も実はそうなんですけれども、ですからこういうふうに1時間観察で1時間ごとの変化です、3時間観察で3時間ごとの変化、24時間観察で24時間ごとの変化、非常に短期間の変化だけを注目してやろう、長期はちょっと難しいから、それのノイズレベルを調べましょうという話ですが、そうしてやると、さっき言ったようにこれ10のマイナス8ですから1億分の1ですから、さっき言った1メーターかける1メーターかける1メーターのところにですね 0.01cc の水を入れたり出したりするような、それのノイズレベルで考えてますけど、これぐらいの大きさがで、水位は例えば、どんな色でも、大抵実は1時間とか3時間とか24時間に数ミリぐらいの、通常の変動があるわけですね。でそれをさっき言った換算係数をかけて変換するわけですから、感度のいいところでは、歪みに換算すると小さいんですけれども、感度の悪いところではこんなふうに大きなノイズレベルになってしまう、そういう感じですけど、これは何をしているかというと非常に地味な図に見えますけど、これは私たちの血と汗の結晶の図なんですね。つまり長期に観測することによって、やっと、地下水がですね、実は僕は、地下水なんで地下水予知できるんだとかよく言われたことが私はあったんですけれども、やっとこれでつまり近代的な観測機器と相互に比較してこの後ですぐシミュレーションするための準備ができたんですね。で、イメージとすると、いいものは大体同じぐらいだけれども、それより数倍でいうとノイズレベルは高いというのが私たちの観測、地下水の観測性の、ある意味性能になるわけです。で、予知のためには具体的にシナリオが必要ですから、こういうシナリオが、これ気象庁のホームページからいっぱい来ましたけれども、先ほどの話ですね、これ陸側のプレートで、これが、静岡県であっても、紀伊半島であっても四国であっても一緒なんですけれども、そこにフィリピン海のプレートが沈み込んでいる。で通常はその全部がくっついているわけなんで、一部だけくっついています。これを固着した部分といって、最近はアスペリティというものを使いますけれども、そういうところでくっついていて、ヒューマンヒルから普通、地面は特に先端部分というのは進行しているわけですね。ここの地面が一生懸命小林崎、静岡県の一番海に張り出している部分ですけれども、そこまでの測量しているのはこれを測るわけです。ずっとしていく。で、だんだん経ってくると、もうそろそろ限界に近づいてきますから、そうすると、これ進行する速度が鈍くなってくるんですね。で、それをうまく計算できたら、さっき言った観測による周期予測当たることができる。これ地理がずっとやってて、最近は GPS を使っています。で、私の狙いはこっちですね。これちょっと数ヶ月か数年というのはちょっと苦手なものですけど、やっぱり直前を狙いましょう。で、直前になると一部でこのくっついた部分が剥がれるということがあり得るというふうに、これは岩石の実験とかで、明らかになる。それから岩石の実験から使ったシミュレーションでもこういうのは出るということが分かっている、はい。それをなんとか、そうするとここが反転して進行線が上がったり、それからさっき言った伸び縮みのパターンが変化するでしょう。で、そういったやつを前兆滑りというですね、あるいはプレスリップと呼びますけれども、これが数日前に起こるんじゃないかということを期待しているわけです、ね。で、そうすると地下水も変化するんじゃないか。で、それを計測やると地震が起こる前に、予知ができる、予報が出せる。それが私たちの戦略になって、これは東海地震でも、あと言える東南海地震、南海地震でもまるっきり同じです。海溝型の地震に関しては、この戦略でやれるんじゃないか。私たちは考えているわけです。今のもう少しちょっと漫画で描いてみました。はい、本題ですね。さっき言ったステージ3ですから、
試むんですけれども、肉側のプレートがあって、海側のフィルムで沈み込んでいる。ここでくっついています。ここが全部動くとマグニチュード8の地震が起こる。東海地震が起こる。これは東南海地震も南海地震でも一緒ですけれども、そういうことがあって、ここで地気象庁の歪み系統。これはボアホール歪み系統といって、要は井戸の底に、井戸の底の、地面の景気を測る機械ですね、非常に。で、我々は地下水の観測をで、これさっき言った、プレスリップ、ね、ゆっくりした滑りですね、まあ、地震直前数日前でマグニチュード 5.5 か 6.5 ぐらいだというふうに私たちは考えていますが、それが起こると、まあ、歪みも変化すれば地下水も変化するでしょう。これ水位下がっているというふうに書いてますが、上がるときももちろんございます。で、これを時間変化で捉えると、これはまあ水位のデータ、まあ、歪みだと思って、これが通常の変化のレベルだと思います。これを抑えるのが大事ですね。これ長い間かかってやるわけです。でそこにもう今言ったシミュレーションができるようになってますから、地面がどれぐらいここでさっき言った想定震源域のどこの場所でどういうふうにこの程度滑ったらどれぐらい地面が変形する、全部計算できますから、あらかじめ計算できるんですね。でそうしてやると、これはまあ3日ぐらい前から始まったというふうにしてやってやると、まあ、計算できて、まあ、ここで通常の域を超えたらね、これは有意な変化ですよねっていうことになって、予報が出せたら、ね、こんなにうまくいけばいいんですけれども、これが今のところ私たちのシナリオです、うん。で、東電のことですけど、質の良いデータの、継続的なデータが必要です。何をやってるかというと、ひたすらこれを調べてるわけね。で、それを3年、4年、5年、10年、20年ってやって、結果が出ないじゃないかと言われるわけですよね。なかなか最近苦しいものがありますけれども、これをご理解いただきたい。最近は世知辛くなってきましてですね、厳しいですけども、そんなにしょっちゅう地震が起こらないからありがたいと思ってくれると言いたいんですけど、そういうわけにいかないので、これをやってるわけです。で今のは、1点だけの図でしたから1点じゃ分からないわけで、実際は我々の地下水の観測点、気象庁の左系の観測点、あるいは傾斜系の観測点があるわけで、みんなそれ計算できるわけですね、具体的に。でこういう想定震源がどこで起こるか分かりませんから、この周りも含めていろんなところでここで滑ったらどうなる、ここで滑ったらここで滑って、あらかじめどういうような変化パターンを全部調べておくわけです。で、まあ、これは実は一番都合のいい例で、私たちの観測点の真ん中で起こってくれた場合の例ですけども、そうなると同じような計算をやるわけですね。で、これ気象庁の歪み系で、これ白、ちょっと分かりにくいと思いますけれども、白と黄色と赤があって、通常のノイズレベルと同程度、それの 1.5 倍、2倍ぐらいでそれで線を引いて、で、これだろうかって、で、調べるわけですね。それでいろんな場所で、これ計算したんですけど、変わっています。で、例えば気象庁の歪み系ですと、まあ、この辺りで、近い場所からどんどん変化。私たちの観測点、これは通常の変化を補正していたやつに、さっき言ったシミュレーションの結果を足した結果ですけれども、そうしてやると、例えば直上のところだと、またこういったところで変化が出てきて、気象庁の堆積図に見ると、まあ、大体同じかちょっと遅れたぐらいが出てくる。実際には気象庁の堆積図に見ると、こういった地下水のデータ、あるいは地震のデータ、傾斜のデータも全部集めた上で、判定をして、これが、まあ、今でいうまだ起こらない前に判断しなくちゃいけませんから、こういった場所のこういったところで滑りが起きている可能性があるというふうに判断されたときに予報が出されるようになっていきます。で、今までは一度もそういう予報が出されたことはございません。でもっと言うと、こういう実験等でこういう現象があるらしいと言われてますけど、これがきちんと観測された例は一回もありません、世界で。ただそれ以外私たちは今のところ頼るものを持っております。ですからこれがまあ、観測されれば本当にいいわけですけども、観測されない可能性ももちろんあるわけです。で、1944年東南海地震の時に掛川付近で顕著な地殻変動が観測されました。ある意味たまたまだったんですけども、測量している時にですね、まあ、たまたまではないんです。当時の陸軍測量部が地震学の研究者に言われて、いずれ大きな地震が起こるからきちんとあらかじめ測量しておきなさい、
というふうに言われて、1944年、戦時中ですよね、測量をしているときに、掛け川で測量しているときに、どうしても測定ができないんです。つまり、水田測量をやるためには、計器を水平にしなくちゃいけないんですね。それがどうしても水平にならないんです。だから言われると思ってない地震が起きたんですね。でデータを調べてみると、この数日前からですね、どうもそこで地下変動が起きていたらしいということが分かりました。でそれの解釈の一つの解釈の仕方としてこのプレスリップがいいです。他の解釈があるかもしれません。ですから今も言いましたけど、きちんと観測された例はありません。実験ではあるということが分かっている。それからシミュレーション、ある意味実験に基づいた式から作っている計算機の上での話ですから全部出ますけれども、実際にこれが観測された例はない。はい、で、先ほどご質問にありましたけれども、お金がどれぐらいかかっているかという話と、それに対してどれぐらい効果があるかということを当然示すべきである。で、これは静岡県がやっております。一番被害を、東海市に被害を受ける可能性がある。これ2001年5月30日付ですけれども、午後6時発表を想定しています。いろんなケースを想定します。そうすると例えば余地がなくて地震対策事業、実際に静岡県は対策事業やってますから、もしやってなかった場合に死者が6200人ぐらいで、被害が 30.8 兆円ぐらいかかります。それから余地ができなかったけれども地震対策事業がある、これは現状ですね。現状ですと、死者が2000人ぐらい減って被害は 4.26 兆円ぐらいになる。でもし余地がうまくできた場合はそれが3790人ぐらいになって 13.5 兆円ぐらいに減ります。これ普通余地があると人は救えるけど建物はそんな救えないんじゃないかっていう話があるんですけど、実際はですね、例えば津波のための門なんかにしても自動で閉める門だけじゃなくて手動で閉めなくちゃいけないやつがあるんですね。でそういうやつはあらかじめそういうのを手動でやれると被害が減るわけですから、建物被害が減るわけです。でこれ静岡県の試算ですね。じゃあ費用対効果です。静岡県は静岡県だけ対比を強化するために何も使ったかな、こうですね、1978年から2000年前22年間で 1.4 兆円使ってます。 1.4 兆円使って 4.8 兆円減らしたんだから、1兆円あたりで計算すると 3.4 兆円ですよ。これは1兆円切ったらダメですよね。あれですよね、だからこういうことともにやってるわけですね。それから人の命は金にはかかるんですけど、一応計算すると1兆円あたり1500人助かってるということになる。でここまで静岡県の試算です。ですから、静岡県申し上げたいのは、きちんと対策をやって、それがちゃんと有効であるよということを出したわけですね。で私は何をしたかというと、じゃあ地震予知の予算、ね、どれぐらいかかってるのかなって、これ、静岡県だけでも分かりませんから、1965年から2001年までの地震予知の研究予算、日本全体、これ計算しました、QR である指数と。2400億円ぐらい。で、静岡県で割ってありました。すると、すみません、0.4 であれば増えちゃうわけですけど、1兆円あたり1万3400人以上助かります。10.4 兆円が来ます。これを計算して、これは一つのあれですけれども、それ単純に言うと、地震予知というのは震災軽減のための一つの手法であって、それはハイリスクハイリターン、それからいわゆる地震対策ですね、建物を強くするとか橋を強くするとか、そういうのはローリスク、ローリターン、ね、お金でいうと貯金に当たるものですね。こっちはハイリスク、ハイリターン、高めで言うとちょっと当たらなすぎますから、もうちょっと上で株式投資ぐらい。で、お金を増やすためには、ローリスク、ローリターンも大事ですけど、ハイリスク、ハイリターンも大事ですよね。ですから、組み合わせが大事です。申し上げたいのは、まずこういった数字も私たちが出す必要があるということが当然、そして分かりやすい形でですね。でこれが先ほどのお答えということで一応よろしいでしょうか。関東の方は非常にあまり興味ないですね。これ実際言われたんですけど、横浜で誰か話した時に、そんなことはどうでもいいから首都直下の話をしてくれって言われたって、私の同僚は言ってましたけど、それでちょっと若干脅かさせていただきますけれども、これは東海道の中でいっぺん全部に起こった場合でも一番被害が多い場合ですけど、当然でも東海一番効くんですけど、それで例えば関東見ましょう、ね、それは当初もありますけど、そうするとですね、これが震度5弱と震度4ですから、大体震度5弱から4ぐらいですね、はい、で2003年のデータを使ってますが、
まあ、だからまあなんとなく安心だと思われる理由は当然なんですけれども、まあ、当初でもそれぐらいです。でもちょっと待ってください。実は2004年に今までは2003年の計算ですけど、2004年にこういうことがありました。2004年9月2日に紀伊半島沖で地震がありました。で、まあ、ここら辺で起きたら深さ40キロぐらいの地震で、マグニチュード7.4ですから東海地震よりも規模が小さい上に遠いところなんです。で震度はですね、紀伊半島で4から5ぐらいですね。で、関東に来ると震度から2から3なんです。あ、大丈夫じゃないかと思うんですが、この震度というのはだいたい周期1秒ぐらいの揺れが効くんですね。周期1秒ぐらいといっては普通の平屋の建物でビルも、まあ中層ビルといわれるその建物に被害を与えるやつで、昔はみんなそれで被害を受けたんですけれども、ここ何回でしょう、7回ですけど、この建物は例えば、45階でしたかね。でそういう超高層の建物に対してこの長周期地震動というのが効くんですね。7.5 秒という波で見てやると、見てください、ここで起きているのに、関東が大きいんです。これはなぜかというと、関東平野は非常に厚い堆積物があるものですから、関東平野地震が固有周期というのを持っているんですね。で、7.5 秒ぐらいの周期で非常によく揺れるんです。で2003年、さっきのこの被害想定、被害想定をするときにこの議論も実は出まして、私これにオブザーバーで出てましたの で長周期地震動を考えなくちゃいけないのよってみんな言ったんですけれども、当たり前ですけれども、過去の長周期地震動に被害が出た例って日本にないんです。だって昔にしかそんな大きい地震が起きてないですから、そんなとき大きな建物ないんですよね。で計算ではいくらでも大きい揺れも出るんですけれども、新しく中央防災会議はそれを自治体に持ってって自治体に納得してもらわなくちゃいけない、住民に納得してもらわなくちゃいけない。その場合過去にこういう被害がありましたよっていうことは納得してもらえるんですけれども、今まで起きたことないのにどうやって納得してもらえるのかって見送りになったんですね。じゃあ2004年こういう地震があった、で高層ビルのこういう地震が2位から10位ですか、こういうものが実際にデータ通りになってきました。それからこれ皆さん覚えておいて、六本木のエレベーターが止まっちゃった中越沖地震、新潟県中越沖地震で200ミリキロ離れているのに東京都の六本木のモニターはすぐ近くですけれども、そこでエレベーターが止まっちゃいました。これはやっぱりあそこはここよりも高くてですね、長周期の揺れが大きくなっちゃったんですね。で中越沖地震、中越地震の時、2004年地震の時もありました。でここですみません、私は何も森ビルに対して何か言うこれ褒めようとして何を言うかと、つまり2年前は、2004年の時はゆっくりした揺れを感知できなくて、エレベーター壁にぶつかって止まっちゃった、これ被害で、この時はちゃんと感知して自動的に止めたんです。ですからこの、2004年から2007年の間にきちんと森ビルは対策を捉えたんですね。で実際にこういうやっぱり被害が起きると皆さん対策を捉えて、実際2004年から2007年の実はエレベーター、この時のエレベーター対策って関心十分じゃなかったんですけど、こういうことがあったので対策を取られていいようになって、でこれは本当は褒めるべきことなんですよ。止まってよかったです。これは止まっちゃったんですけど、これは止めたんですから大きな違いですから、マスコミはこれを褒めるべきなんですけども、褒めてないと言ってある担当者は怒ってましたけども皆さんも読まれるときはですね、きちんとどう違いがですね、100点満点の答案だけがいいんじゃないですね、0点か100点かじゃなくて90点、80点、70点の点数を情報から読み取るようにしてくださるようにお願いします。で科学は0か100かではありません。いつもグレーのことやってますから、50点から60点、60点から62点になるように努力しておりますので、それを読み取っていただけたらいいと思います。はい、そんなこと喋ってもあんまり時間ませんけど、それから津波ですね、津波もあります。で津波は起きるんですけども、これ、青いのが0から1メーターで、水色は1から2メーターぐらいですから、津波が起きるんですけど、東京湾水が入ってこないと大きく動きませんから、東京湾の入り口が絞っているので東京湾内はおおむね1メーター以下です。かえって、九十九里とかこっちの方ですね、それから当然東京都はこうですけれども、島嶼部は、場所によっては非常に大きな津波が出ることがございます。ということで、何を申し上げたいかというと、この中何回かけないやと思うんじゃなしに、興味を持っていただきたいということです。はい、で地下水観測の地殻変動データの影響で、今度はああいうふうに説明するとですね、なんで地下水でやるんだと、別に歪み系で直接測ればいいじゃないか、
ということを言われることがございます。で、まあ、どういうことかというと、例えば歪み計算、実はあくまでもですね、地殻変動をある機器で測ってるんですけれども、それで本当の地殻変動を測ってはいけないですね。今漢字を使っちゃいけないそうなんで、要は目をつぶって私たちはこう像を触ってるわけですね。それである歪みを使って像はこうだ、で水を使ってっていって、いろんなやつを使って本当の地殻変動を測りたい。で、体積歪み計という機器は実は非常に狭い範囲の非常に狭い場所の伸び縮みを測ってもすぎないわけですから、地下水ですと水が入っている層の広がりに相当する平均的なものが出るはずである。あるいはもちろん独立な観測機器である。それからそういった歪み計ができたのはつい最近ですけれども、地下水というのは観測というのは昔からあるわけですから、そういうのが使える、ね、それから、一般に安いコストパフォーマンスがいいというのが、ただ問題は地殻変動観測機器として考えた時の地下水のどこで、先ほどおっしゃいましたように地震と一体地に対応するのかどうかというのをちゃんと調べなくちゃいけないということなんですね。そういう、地震以外のノイズ要因の除去とか、それから通常のノイズ、こういうのを把握しなくちゃいけない、そういうこともあって、またこれも長期のアンテナ観測が必要になっています。で、これ、結局昔の例ですけれども、すいませんちょっと難しい、これ紀伊半島があって四国があって、で ABCD があって南海震、東南海震、東海震ですね。で、過去680年まで遡って、680年、887年こういうふうに地震が起こっています。古文書によって分かっています。それから東南海震、東海震に関しては、ちょっと京都から離れていることもあって記録に出てくるのはちょっと遅れですね。16年ぐらいから記録が。で、これは地震考古学っていう、私の先輩の坂田さんが書かれた本から引っ張ってきましたけど、この隣だけは私がくっつけたんです。で、ここに道後温泉、江ノ宮温泉がございまして、これも1400年ぐらいの歴史がある古い温泉なんですね。で、そこで地震の時にこれ下向きは水位、流出が止まったり、水位が低下したりするということが繰り返し起こっている。道後温泉で4回、井上温泉でも4回ないし5回起こっている。で、地震の時にですね、地下水が増えたり減ったり、これはよくあることなんです。言わされることによってですね、地面なんか詰まりが取れてよく出るようになったとかですね、あるいは崩れちゃって出なくなったってことはあるんですけども、いずれも低下なんですね。で、こういうことを、カーブのことで再現性があるというふうに言いますけど、それがまず興味を引く現象です。で、もう一つ、1946年、南海地震の前ですね、一番最近の、南海地震なんですけど、この前ですね、1日か10日ぐらい前ですね、海岸沿いの浅い地下水ですね、水位がですね、低下してますね。青が、水位の減少で、ピンクが、温泉の減少で、3つは濁りで、ただ濁りを考えないのと、で、これはですね、当時の水路局、現代の海上保安庁海洋情報がですね、沿岸部の被害の調査をしたんですね。1946年地震があったから。で、そうするとですね、沿岸部で、地震の前に水が低下したりという報告が繰り返し寄せられたんですね。で、つまりこれは非常に信頼性が起きるデータになる。で、もともと異常があるって探しに行ったんじゃないんですよね。被害の調査に行ってそれを聞き込んできた。で沿岸部でこれ別に水系で測ったわけじゃないんです。皆さん通りですから、生活用水に使っておられたんですね。で、井戸を掘ってですね、こんな5センチや10センチ変化下がったからといって水位が枯れた、理由は何が起こったかというと、水が枯れたとか汲めなくなったかという報告なんですね。で、これ沿岸部ですから、当然海の潮汐で1メーター2メーター海洋潮汐で変わるわけですね。海の潮汐満ち引きで、で、それは相対的に言うと地下水から見ると陸が上がったり下がったりするのと同じことですから、その時に当然その方に枯れるような水じゃないはずですから、すると少なくとも数十センチとか、1メーターぐらい水位低下しているはずですよね。そういうことが報告としてあった。で、ただ問題はですね、11っていうと非常に多いように思いますけれども、調査したのは160箇所以上です。で、出現の確率はだから160分の11ですから、10% 切ってね。でも非常に広い範囲だ。それからこの場所ではですね、和歌山県では、いや、こういうことがあると大きな地震が来るっていう言い伝えがあると言って住民を避難させることがあるんですね。
道後、日の目を済む道後について、ここです。で、ここの調査をしましたが、ここの報告はそれには載ってません。で、京都大学の方が調べて、そしたらその前にもないか、つまりそういう言い伝えがあるということは前にもそういうことがあるはずだからって調べてみると、ここであったということがありました。それから、ここでもあったということがありました。つまり、1946年に1回きりあったわけではなくて、これはまだ地震前の変化ですけれども、少なくとも2回以上あったということが分かりました。さっきの地下水、温泉水の低下はまあ4回以上あって、これは地震前かどうかは定かではありません。発見しているのは地震の後に変化したわけです。じゃこれを説明しましょう。さっきと同じですけれども、陸側という海があって、ここで滑りが生じているわけですね。でこれを大きく高速で滑ると、地震が起こる。ちょっとその前にゆっくり滑ると、それがプレスリーとか電池が滑りがある。でこうなると、陸側は若干隆起します。そうすると、海岸部の浅い地下水というのは、地面の盛り地に対しては別に敏感ではないんですけれども、隆起すると相対的に海水下がりますから、あ、水下がるよね、ってなりますね。それから、陸側は計算すると、膨張域になりますので、あ、水下がるよね、ということで、定性的にはこのモデルで説明が可能です。じゃあ、定量的にはどうかということで、ちょっと詳しくやりたかったんですが、あと10分しかありませんので、若干省略させていただきます。で、道後温泉にはデータがありました。ありましたって何かというと、道後温泉で、当時4つ色があったんですけれども、地震が起こったときに、沈めたりと低下して、組めなくなっちゃったんですね。で、えらいこうやってやってるんで、その日から毎日測り出した。で、戻ってきて、まあ、2、3ヶ月間で戻ったという。で、当時4つ色があって、で昔見たこのナンバーワンという色なんですけれども、昔から色はね、で当時4つ色があって、これで変わってきました。で、ここで戻ったんで、もうここからデータありません。でここから組み出したんですね。10メーターも変化しました。ね、じゃあ、これ10メーター以上低下するの何かな、本当に地震だけかな。実はしょっちゅう10メーター低下してるかもしれないじゃないか。ということがありますよね。調べてみました。道後温泉というのは、すいません。じゃあ、どんなものか。例えば気圧があるでしょう。気圧は、最大でも1ヘクトパスカル、まあ、昔で1、2バーで1センチメートルです。で台風が来ても数十ヘクトパスカルしか変わりませんから、せいぜい1メートル以下ですが、気圧は違うんですね。雨の短期的な変化、長期的な変化、漏水、地震、これ一応全部調べました。やってる時間がないので飛ばしますが、これ、道後温泉は、松山市が管理してますから、長期のデータがちゃんとあるんですね。で、そこの、さっき言ったナンバー4の井戸っていうのは、もう途中、1985年のデータ組むのをやめてまして、ただ単に周囲の温泉の水位のデータ、モニターだけでやった。分かりにくいで申し訳ありませんけど、これだけが2メーターです。これ全部で15メーターぐらいの範囲です。で、85年、86年、80って、これは1年ですね。だから明瞭な 年収の変化があります。で、大体、2ないし4メーターの季節変化があるよね。冬減少で夏増加ですけど、これは大体よくあるパターンで、夏に大体よく雨が降るので増えている。だから長期的な雨の影響があるんだねってことがあります。でも、通常時は10メーターの変化なんかないっていうことがわかる。でここで大きな変化がありますけど、これは2001年の栄養地震で、過去60年ぐらいで最大の震度を道後温泉にもたらしました。で揺らされたことによってこんなに大きく10メートルぐらい変化します。それからここにちょっと変化、これはその場所でちょっとチェックのためにものすごい水を汲んだんですね、はい、ということで通常時は10メートル超える変化はない、地震だから。でここも見ました。でこの話もちょっと省略しますね、はい。でやると雨消えました、周囲の用水も消えました。せいぜい2メートル、4メートルぐらいですから。じゃあ地震だね。じゃあ南海地震でも蓋当たって地面の伸び縮みって揺れがあるよね。で、1946年南海地震の時に、断層モデルがありますから、で松山でつまり道後温泉どれぐらい地面が伸び縮みしたか計算できるんですね。これ PPM っていうのは100万分の1ってことですから、100万分の 5.5 か6ぐらい地面が伸びたってことが計算できます。それから、すみません、ちょっと省略しましたけど、ここのですね、こういうやっぱり U 字釜の周期、やっぱり地球調整の影響があるんですね。それでもって、水位の感度は計算できます。これは 1ppm あたり 2.3m。100番目の1あたり 2.3m。さっきの
10のマイナス7乗でいうと、1センチのマイナス1乗あたり23センチですから、非常にこの観測によって、道後温泉というのは地面の延伸域に敏感な井戸だということが分かりました。それで、計算してみましょう。で横軸地面の延伸域です。で縦軸は水位の変化です。でモデルによって、道後温泉の延び縮みに違いますが、だいたい 5.56 でこれぐらいの部分ですね。でさっき感度が分かりました。1ppm の100本分いたって 2.3m、 それで引いてやるとだいたいありますよということが分かりました。説明できるように定量的になっておりまして、揺れに関して調べてみました。震度4だったんですね。じゃ あ, まあ念のために1946年の時とデータがある時はあと1985年以降ですから、道後温泉で震度3以上の地震を全部洗い出しました。14個から15個あったんですけども、こういうところに起こってます。で調べました。で横軸が震度で、5L というのは5弱、5U というのは5強ですね。で縦軸が、地面の延び縮みの変化、その場所の震度が出ますし、延び縮みはモデルから計算できますから。で水位が下がったら下向き、上がったら上向きでやって、で歪みでちゃんと説明できるときは白向きで説明します。で、まあ、パッと見ていたら分かるように、みんなほとんど上向きなんですね。で震度3ぐらいで小さくなると、まあ、変化するやつもあれば、この四角はノーチェンジ、変化しないやつもあります。で分かったことは、基本的にここは揺れると水位が増えるということが分かりました。減ったのは46年の南海地震の時だけですから、ここは揺らされたことによっても水位は変化するし、地面の位置でも変化する。で通常は、まあ、これ分かると思いますけれども、ほとんどですね、地面の延び縮みというのは震源から遠くなると小さくなっちゃいますから、その変化より小さいです。でも南海地震の時だけは非常に大きな変化が生じるものですから、通常は揺れによって水位が増える変化の方が勝つんですけれども、南海地震の時は延び縮みのやつが勝ってこうなるというふうに説明できるということが分かりました。つまり揺れじゃなくて延び縮みですよという。例えばこういうことをして、まあ、一つ一つ詰めていくわけですね。単に地震のがあってすぐ水位変化だと言って温泉地というわけにはいかない。じゃあ今度は浅い方の解析をしましょうというわけです。定性的には OK だから定量的にやりましょうですが、もう時間がありませんから、ちゃちゃってしてますけど、当時ですね、地震前にどういうふうに滑りがあったかというとよく分からないので、何をしたかというと、1946年南海地震の時のモデルが分かってますから、それの 10% ぐらい滑ったらどうかなっていうのをやったら、ちょっと大きめなんですけど、そうしてやると、これ赤いのが流域なんですね。で確かに地面、あ、すいません、分かりますけど、これが紀伊半島と四国なんですけど、確かに紀伊半島と四国の辺が流域するんです。でも計算すると、2センチとか4センチしかせいぜいも流域しないんです。これ当たり前なんですね。地震の本震の時に1メーターとか2メーター流域するんですから、それにちょっと揺れたかというと数センチぐらい変わらないんです。で、地面が上がった分しか水位下がりませんので、そうするとですね、さっき言った50センチとかですね、1メーター水位下がってくれないんですよ。で、これは謎なんですね。で、じゃあ一応、まあ念のためにって、地面の伸び縮み計算しました。伸び縮み計算するともう視聴者は省きますけれども、まあ、数十センチ変化してもいいよねってことになってくるんですね。これなら出てもいいんだけど、問題はですね、変化したのは、まあ、深い地下水1回所だけありましたけど、基本的に浅い地下水ですから説明できませんよね。じゃあどう考えたかっていうと、例えばこんなことが考えられるでしょう。これすいません、さっき言った水を通さない層で、これ深い地下水、その要求です。でこの浅い地下水は地面の延び縮みにあまり効きません。深いのは効きます。でも深いのと浅いのがまるっきり独立ということはなくて、例えば深いのが先に抜けて浅いのがまあ底抜けのように減ったんじゃないかなんてことが
考えられる。でもこれあくまでお話ですから、何らかの地殻変動があってそれに対してこう浅い地殻質と深い質の相互作用があったんじゃないかということを私たちは考えて、じゃあここから先は観測するしかないよね。どうしたかというと、まあ、お手元のパンフレットもありますけれども、浅い地の測りましょう。一番浅いやつ30メーターぐらいですね。深いのも2メーターぐらい置きましょう。で当然上と下の水の流れがあるでしょうから、真ん中も置きましょう。200メーターも置きましょう。で当然水位は測ります。それから深いのと浅いの水のエリアがあったらきっと温度が変わるだろう。だから温度計を置きました。それから地殻変動が影響してるだろうから GPS を置いて、あの近くに地理の観測点がある時はありましたけども、ないところは置いて、それから地面の目地を直接測る質の計も置いてやって、全部のデータを用意接続でリアルタイムに見ましょう。こういう観測施設を、作ることにして、今年2つ作って、さらに10点今作ろうとしているところです。特徴は3つのシートで測ろう。で地下水だけじゃなくて地殻変動や地震も測ろう。でサンプリングは、まあ、今まで1分ぐらいで測ってますけど1秒以上短い観測でも測ろう。てかリアルタイムでデータを見ましょう。これが想定される東海震、東南海震、南海震ですけど、今年の6月、5月6月にこの2つを完成させました。で、現在この10点を今作っている最中です。で、私たちの体力と予算がもしその方もいただけたらこういこうかなというふうに思っています。で、ですね、でなんでこういうところを狙うかというと、まず、まあ、当然こういうのがあるわけですから海岸部、沿岸部付近を狙いましょう、ね、それからちょっと今日説明で省略しましたけど、最近ですね、そこから想定した震源の深い部分でですね、通常の地震よりちょっと長めの小さな地震が起こっていると分かりました。これ震無低周波地震とか震無低周波微動と言いますけど、それに伴ってですね、マグニチュード 5.5 から6ぐらいに相当するゆっくりした滑りが、つまり私たちが考えているプレスキップにそっくりな現象がこういったところに起こっているということが分かりました。で、ですからそれをやっぱりモニターしているということで、こっちの海岸に並べて、かつ陸の方にも。で今私たちが考えているのは、こういったところは、まあ、基本的にくっついている。でこの下のところではずるずる滑っている。でその間のところで時々くっついたり滑ったりしているところがあるんでしょう。まあ、それがここだろうと。じゃあプレスリップはどこで起こるだろうか。つまりここの理屈とここの間でこの辺りで起こるんじゃないかと思っているわけで、ここをちょっと狙います。すいません、最後はしょりました。で観測データはこんなデータが今取れております。でこのデータはですね、上が気圧、雨、それから地面の伸び縮みを測る歪み、傾斜、3つの井戸の水位のデータ、こっちがこれ2つの観測のデータ両方並べています。片っぽが和歌山県の、本宮で江戸峰温泉があるすぐ場所で、すぐそばです。二宮温泉そばで私たち測りたかったんで、それからもう一つは一村という三重県の熊野市にあると観測するんですけれども、すみません、これまあ取れたてのデータでちょっといろいろノイズが載ってるんですけれども、こういうデータはですね、地下水観測データベースで公開する予定です。皆さんも私たちとほぼ同じ時間帯にグラフを見ることができます。ホームページもしご利用の方がいらっしゃいましたら、ね、そこにアドレス書いておりますので、それを見てください。難しければこれを入れていただくと多分出てくると思います。はい、まとめです。地下水ので観測をどうするか、地震をどう予測するかという話ですが、地下水の観測結果と地殻変動をくっつける。で地殻変動を間にすることによって地震の理論シミュレーションとくっつけることによって、観測から地震、地震から観測をそれぞれ回復していくという、それによって地下水と地殻変動を結びつける、まあ、主に地面の伸縮を結ぶことによって冷凍的地殻変動のシミュレーションが可能になります。これは予測精度が向上したことをお話します。それから過去の東南海、南海地に伴う繰り返しを生きている地下水の説明変化は最新の理論である全長滑りプレスリップによってある程度説明できるけど不十分なところがある。その不十分さを何とかするために深さの異なる井戸を作って観測しましょう。で東南海、南海地、それからそれと兄弟の東海地の予測を目指そう。
通しています。で、正しい、まあ、何度も言いますけど、東南海南海市は現状では冬に来ていきます。で、この話はいたしました。これも一般的なことですけれども、地震に死なない、流れ出さない、津波から逃げる7日間、3日間と言われてますが、7日を定から生活されています。家をゼロにしてください。家を味方にしてください。家がしっかりしていれば地震に亡くなることもありませんし、阪神・淡路では家が潰れて亡くなった方がたくさんいらっしゃいました。これは即死ですが、その後の生活再建もお家があればと、その次、順番ですね。家を丈夫にして、あとその後は、例えば1週間の食事をする。家を丈夫にするということは、まずその時死なないことが大事ですから、死んじゃったら1週間の食事をあってもダメですので、順番をね、ちゃんと優先順位考えてバランスよく。家がボロボロなのに、すごい高い地震保険に入ってもダメですから、地震保険はその後の生活再建のために、まあ、大変割高で、私もローンを組んでますから、自分がローンを組むと地震保険高いなってよくわかるんですけれども、入ってください。私も入りました。それから、ここに来ていらっしゃる特に年配の皆さんにお願いします。最近私も年取ってきましたけど、若い人はどうしても視点が短くなってますね。短い期間しか考えてないんですけど、最近言わなくなりました。国家100年の計なんて言わなくなりましたけれども、これやっぱりぜひ考えていただきたい。で、視点を長期に持っていて、ね、自分だけ大丈夫、自分だけ1年2年3年大丈夫ではダメなんです。必ず自分の子孫、子や孫、あるいはお知り合いのお子さんやお孫さんの時に必ず付けを払う時が来ますので、そのために備えをしていただきたい。で、その備えの中に、地震予知研究に対しても考えておく。ただし、先ほど言いましたけれども、地震予知は例えて言えば、がんの特効薬とか、新入社員、これ、昔はこれに春を占ったとかですね、阪神タイガースとかですね、入れたんですけど、最近阪神タイガース普通に強いですね。これ入れると怒られますから、要は期待はしてほしいが、まだ当てにはしないでほしいということですね。期待はしてください。それで、質問さんの答え、ですけれども、必要と言っていただいた方が多かったので安心しましたが、必要か無駄か判断する基準は何かというと、それはまあコストパフォーマンスですね。それがどれぐらい役に立ち得るのかという数値、それは要はそれに関する十分な情報を出すね。ですから私は地震学科の方法院に入っております。それからこういう場所に呼んでいただいて話をさせていただくのがその一つです。それから誰が判断するか、ね、皆さんです。私たちが情報を出しして皆さんが判断していただくんです。で、1995年の兵庫県南部市のあたり地震予知の研究に少し批判が随分ありました。でも、にもかかわらずですね、例えば読売新聞の調査にあった地震予知の皆さんの期待が高かったんですね。だから、私たちはその後も研究をすることができました。当たり前です。皆さんがお金をお出しになるんですが、皆さんが例えば多数決で、うちなんて無駄だとおっしゃったら、それは巡って間違いなく予算を削られるんですけれども、おかげさまで研究を続けさせていただきます。今後もですね、ご理解をいただいてですね、私たちも今先ほど言いましたようにデータをあと公開するというのはそういうことの一環です。そして見ていただいた上で判断していただきたい、こういうところでお話をさせていただきたいというのも、その一環です。以上、最後すいません、端折って申し訳ありませんでしたけれども、お話をさせていただくと同時に今後も地震の研究に対する理解などをご協力をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。